長井岩之城は、幕末の幕臣、明治期の裁判官、三島幸男の曽祖父にあたる。三好伊蔵の子孫である七百国鳥の幕臣、三好長住の次男として生まれ、旗本、長井久氏の養子となる。母親戦争では、養父と共に、江戸地へ脱走し、函館の五稜閣に立てこもって戦った。明治五年七月七日、日立獅子戸藩主、松平来の三女。 高と結婚し、六男六女を設ける。明治六年七月、司法省十等出資を命ぜられる。明治十三年五月一日、判事。明治十六年一月、高訴院判事。明治二十七年四月、大審院判事。明治四十年五月二十五日、下役上野桜木町の自宅で死去。去年六十三。六尾の王屋厚氏は、父。 岩の城について、私の履歴書の中で、父は優遇など全く聞かぬ幻覚そのもののような人だった。子供の教育については何一つ干渉しなかったが、日常の気境は拳のようであぐらなど書いた姿を、ただの一度も見たことはなかった。当時の判事は、行政官に比べると、極めて母丘で、それで十二人の子女を養わねばならなかったから、当然製品であった。 私どもと同じ上野桜木町に住む父の実定、三吉進六郎は日本の造船会黎明期の権威者で東京帝大の教授であり産業界にも深いつながりを持っていた関係で今の大学の先生など想像のできぬ豊かな暮らしをしていたが兄弟仲はすこぶるむつまじかったようであると語っている。ありがとうございます。